どうも皆さんこんにちは、染谷俊之です。染ちゃん TV 始まるよ。染ちゃん TV。 はい、ということでですね、今日はですねホワイトデー企画。はい、いつも応援してくださってる皆さんにですね、こうホワイトデーのお返しということで、僕がスイーツを作っていきたいと思います。はい、まあ皆さんにちょっと一人ずつお届けしたいぐらいなんですけれども、まあちょっとそれは叶わないので、僕は作ってる模様をね、お届けしていきたいと思います。もう料理といえば染谷俊之みたいなとこありますからね。得意なんで、はい、きっと素敵なスイーツができるんじゃないかなって思います。材料がこれだってもうできちゃってるもんじゃん。いや、なんかあるじゃないですか、チョコでコーティングされたポテトチップ。あー、俺あれダメなんよ。あ、ダメなんですか。うん、なん甘いのしょっぱいのってなっちゃうから。だからもうこれは後でいただくとして、チョコでしょ。チョコでしょ。デザートホイップ、ビスケット、クッキー、あ、これ形取るやつね。はいはいはい、これを使って、はい、じゃあ美味しいスイーツを作っていくと。そうですね、もう完全お任せです。うんうん、チョコレートペン、ピンクかけるやつですね。あー、なるほどね。はいはいはい、 OK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 。 あと今回ですね、うん、レシピは一切ありません。ないないです。うんうん、いらんレシピとか。いけるいける。で、これも把握してないです、何をどうすればいいかを。だってそうでしょ、だって これあるんで作ってください、どうぞって感じでしょ。そうです、俺次第ってことでしょ。そうです。俺いい、大丈夫、任せてよ、こんなん。てかな、この状態が一番美味しいよね、きっとね、多分。この状態が一番美味しいよ、全部。こっから何がするっていうのがまず、まあいい、やるやろう。じゃあ、皆さんのためにね、ホワイトデーの、はい、お返しをね、作っていきたいと思います。レッツクッキン。あ、今日僕の自宅でお届けしていきます。嘘でーす。僕ん家ありません。どうしよっか、俺ここの隙間気になるよな。これ冷蔵庫なんやけどさ、はい、ここの隙間気、あ、これ入る。上に。あー、ここの隙間気持ち悪いね。うん、気持ち悪い。なんか入れたいな、ここにね、せめてね。どうでもいい。作ろう。あ、なんかイチゴもあったみたいで、はい、たくさんだろ。いや、そっからかいって思ってます。そっからなんです。まずでもこれ絶対チョコは溶かすじゃん。そうですね、チョコは溶かすとして、え、ね、クラッカーとチョコって合うの？これしょっぱいもんね。まあなんか、うん、どうでしょう、つけるか、うんうん、なんか砕いてチョコと混ぜるみたいな感じにするかじゃないですかね。うんうんうん、なるほどね。一旦見とこう。これはなんか俺の想像にはないわ。食べといて。OK。一旦まず、チョコ溶かしたらすぐ固まるもんな、こいつは。わかんねえ。これ何？それは。鏡。まあ何か使えたらな。これあると思う、なんか料理するっぽいもんね、一気にね。わかるわかる。よし、 OK。 一旦チョコを溶かそう。はい、お湯沸かすところから。お湯。あ、何も言わないでおきます。なんでお湯なの。お湯。なんでお湯がいらん。え、チョコはだって湯煎で溶かすじゃないですか。なんで。なんで。いや、溶かすからです。だんだん鍋で溶かしてダメなの。作ってたら溶けんじゃないの。じゃ夏場チョコ溶けるじゃん。じゃあそれで行くよ。なんで。めんどいじゃん、湯煎とか。水ももったいないしさ。まあ、一個言えるのは、うん、固まって焦げついても知りませんよっていう。固まって焦げつく。焦げついて、うんうん、フライパンから取れないってなっても、
俺は知りませんよっていうとこだけお伝えを。はい、うちありがとう大丈夫だ、うちその心配はね、はい、フランスで10年修行したあれ俺あ、パトリオシカみたいにいっぱい出てくる。こんな使わんよな。いや、ちょっとしたもんいいよ、ちょっとしたもんでよ、はい、まずチョコを溶かそう。いや待って、だってここにチョコ入れるってこと？なんか湯煎用のボールとかってないですか？絶対ないよ、ないよ、それはできないよ。ボールがないですか？ないない、皿しかない。このままチョコバッてやってさ、ね、一回やってみれば。こうやってみ、うん、わかります。はい、わかると思います。科学の実験だっけ？科学の実験だっけこれ？どうなの？こうやってやったらどうなるの？焼きチョコレートになるの？あー、こうなるのね。はい。そうです。うんうんうん。こうなります。はい、こうなりました。水足そう水足して、はい、水を足して水足すじゃん、はい、水を足すじゃん、はい、足したら薄くなるじゃん。はい、薄くなりますね。薄くなるよ。なんかもうフライパンの中すごいことになってますけど、ダークマター見てるこれをさ、はい、型に、うん、火止めましょう。いいんですよ、つけっぱこれフッチが食べるでしょ俺ですか？そうだよ、そう、代表してくっちゃうかね。わかりました、うん、水で薄めて焼いたチョコレート、うんうん今んとこそうね何これ、何これ、俺の想像と違うよな。チョコをフライパンに入れた時もったなんかあの、はい、トロッとしたやつがさ、トロッとしたやつですよね、うん、あれは何、どうやったらできるんだい？湯煎です。湯煎以外は？湯煎以外は俺知らないです。焦げちゃう。何任せ。あ、待って、そういうとこあるぞ。合わせね。え、全然出てこない。多分固まってるんじゃないですか、もしかしたら。これもじゃあ、あれしなきゃいけないってこと？湯煎。なんか書いてないですね。これで温めるああ。温めるよこれで。あの裏書いてあるやつ見てください、あの入れ物。これ？はい、説明欄なんか書いてないですか？作り方みたいな。ああ、お湯入れなきゃいけないわ。いける、お湯なくても。なんかお湯に恨みでもあるんですか？お湯なんて使わん。こんなお湯に頼る。お湯に耐えるのは素人よ、ね、すぐお湯、ほら止まってきた、火つけよう、いや火なんなら溶けたやつ俺食うような気がするんですけどね、その外の。え、これ外の大丈夫飲んでるから。火は止めないスタイルなんですね、フランスで。あ、これはそうっす。え、結構フランスではね、スケッパーなんですけど、はい、中高を真似してたら危ないからなるほどね。わかった。こうやチョコを焼くとこうなるのね。はい。とりあえずそれはそれで冷やしますか。
これはこれで一旦ね、そうね、冷やして固めるっていうあれでもないですけどね、固まってるんですけどね。でもいい感じよ、これはこれで、ね、ダークマターちょっとだけホワイトホール、はい、じゃあ第1品目でございます。お湯を沸かして60度か70度ぐらいの沸騰しない、まあ、沸騰しててもいいのかな、沸騰しないぐらいでゆっくり溶かさないため、はい、そうしよう。何でボールがないよ、あの銀のやつでしょ、銀のやつみたいな、ない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 もんだって。丸い皿とか、あーなるほどね、いけるんじゃないですか。 OK OK、 お湯沸かしてその中に入れれば、うんうん、お湯は別で沸かしますよ。そうだよね、やっぱそうだよね。はい、そうだよね。一回上がって。上がった、上がった、上がった、上がった。一回洗おう。洗いましょう。これ一回洗おう。ダークマター作ったやつ。うん。闇のさ。こっから見るとめっちゃ料理できる人みたいに見えるんですけどね。できんだって。フランスで10年修行してるんだから。ね。これが一回ほらチョコを直接フライパンで焼いたらこうなりますよっていうのだから、あ、やってみた動画だ。そう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 、別にホワイトで関係ない、関係ない関係ない、これはだからちょっと違うよ、うん、死ぬほどチョコはこびりついてるんですよびっくりするぐらいチョコは言ったんじゃないですか。もうほんとね、すげえなんかバリバリだもんな食べてみよう。えぇ、まずいこんなになっちゃうの、焼くと水で薄めたチョコレートなだけなのにまだそんな味変わるんですよね。ね、すごいね、こんななっちゃうんだということは分かりましたね。はい、バレンタインデーとか俺、やっぱ作る側でしたね。え、作ってたの？作ってました。なんで、プッチーは？はい、なんで？いや、あの、その、何でしょう、味で負けたくなかったっていうどういうこと？どういうこと？あの、女の子よく作るじゃないですか。はい、作ってくるのに対して、うん、味で負けたくなかったっていう、高校生の時ですけど、うんうん、そこからも負けず嫌いが発生してましたね。そういうことだよそういうことだよ、フッチ買ってどうすんの、それ。あと、作ってきたらもらえるんだよ。あ、そうなの、あ、じゃあ食べてみたいな、はい、私の方食べてみたいな。そうです、そういうとこよバレンタインっていうのはさ、ほら女の子が立つ日だからさそこに味で買ってどうすんの、フッチそういうの、桃鉄の時とかそういうのに出てんや、顕著に出ちゃってんじゃん、それは如実にさ、そういうとこフッチあーまあまあ、こういうことかい、そういうことですね。あ、はあ、全然違うじゃん、溶け方が。これは俺は湯煎できてるわ。できてるんじゃないですか。でも若干沸騰しすぎな気もしますけど。え、このぐらいの火力は必要だろうがいいこれが湯煎、湯煎です。あ、でもいい感じじゃないですか。これが湯煎、新しい技を覚えたのは。ということで、チョコを溶かしてみたっていう動画でしたっけ、これあー、いい感じじゃない、いい感じじゃない。手前にあるダークマターとは成長した。はい、今度薄めてないチョコレートなんでよ、いや、これ俺いいや、違うわ、アラザンシルバー&ブルー、アラザンですね。アラザン、アラザンって何。あー、これさ、よく見かけるけどさ、これ、はい、なんなんだい、チョコなの。これなんか食べてみたらわかる。甘いね、砂糖のなんかじゃないですかね、で、飾りの。いや、ズームすると、
前のダークマターが入るんだよな。これがうまそうでしょ。はい、手前アラさんが荒ぶってる。あ、全部かけるんですね。それ全部使うよ。残した。あ、待って、意外とアラさんねえじゃん。意外、あ、まあ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 。はい、じゃあこれで、これはこれで、はい、もう一品ぐらい作っとこうか。いちごも使ってないんで。あ、忘れてた。じゃあいちごにしよう。いちごを。ストップみたいだなんすか今。いちごを、あ、可愛くしよう。でも結構いちごデカめね。そうですよね。ね。つけたらいいんじゃないかい？このチョコに。ね。飴ならぬ、うん、コーティングみたいな。そう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 。このまんまが一番おいしいね。ね。チョコエッグかなと思いましたね。2個ぐらいでいいんじゃないか。そうですね。ね。ダークマター、真ん中がないですから。ダークマター、はい、アラザン、アラザン、チョモランマ、チョモランマ、チョモランマ。はい、じゃあこれ試合します。倒れたチョモランマンがやめてくれ。じゃあおとなしくしてるい。固まるまでちょっと待ちますね。はいはい、ということで20分ぐらい経ちましたかね。そうです ね開けてみましょう、どうなってるのか。俺のダークマターとアラザンとチョモランマがちょっと見てみましょう。入れる前とあんま変わってません。多分触ってみると分かるんじゃないですか、その外側。超固まってる。見た目は全然変わってない。おー、でもこれいいんじゃない。食べてみよう、食べてみよう。チョモランマ、アラさん、ダークマター。どれからいきます？じゃあチョモランマからいこうかな、せっかくだから。せっかくだからってないね。何もせっかくやね。あ、でもね、これは普通に美味しいの。だって溶かしたチョコにイチゴつけただけだもん。これは言うたらね、注意でいただきますね。うんうん、おいしい、おいしい。そりゃそうですよね。イチゴってやっぱ久しぶりに食うとうまいよな。おお、うん、おいしい。でチョコもちょうどいいよ。うん、でこれがアラザン。はい、ペリって剥がしてもらってと思うじゃん。はい、全然うわってなってる。すごいよこれ、すごいよ。アラザンが飛んでく。いいじゃない。じゃあいただきますね。ごまんま美味しいよ。お、うん、だって一回溶かして固まっただけだもん。そうですね、うん、溶かして固まってアラザンが乗った。うん、すごいアラさんが口の中でジャリジャリしてる。だって2、3個ですよ、乗せるの。そうなの。はい、だからこんなさ、はい、アサリに入ってる砂利みたいな感じになっちゃってんの。ダリっていくときあるじゃん。
あの感覚が約束された砂利みたいな感じ。いいじゃん、チョモランマ、はい、約束された砂利。さあ、最後のダークマッター。はい、じゃあこれもう俺はフッチにあげるよ、これは。いやいや、フッチにあげる。で、俺これ自分で作ったもん、ずっとこれ2個食べて、自分で作ったもん食べるのやっぱちょっとここは寂しくなった、今。俺も食べますよ、その順番に。そのため残ってるじゃないですか。いい、大丈夫、これフッチにあげる。俺のチョコが受け取れねえってか。俺のチョコが食えねえってか。あ、行ったね、躊躇なく行ったね。どう？あ、すげえ美味しそうに食うじゃん。すごいね、フッチ。美味しい？ギリの、何？いける？ギリ、俺はこれ大丈夫な。マジ？はい、俺も食べた方がいい、これ。全部食べるよ、これ無駄にしないから、もちろん。いける？なんか、クランキーチョコあるじゃないですか。はい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 。あれのザクザクなところが、なんか変な食感になってるっていう。じゃあいただきますわ。あ、ほんとだ。うん、うん、まずいね。めちゃくちゃまずいね。なんかね、香りが変わるんだね、焼くとね。鼻に抜ける香りが全然変わるんよ。めちゃくちゃまずいぞ。だからあと水で薄まってっから。水で薄まってっから。ギリギリ許容範囲ですよ。本当？量は食べれないけど。うんうんうん。確かにそんな食べれないほどじゃないっていうか。ギリ。うん。全然そう、食べれないほどじゃないよ。最後ノーマルのホワイトチョコなんですけど。そしてこれ食べてみるわ。うまい！うまい！めちゃくちゃうまい！やっぱ偉大よ。完成されてんのもんこれ。約束された美味しさよこれは。すごいよ。めちゃくちゃうまいよこれ。これが際立つ。素人はお菓子作りに手を出すなんて。ダメだねやっぱね。一本も残ってますから。またなんか誰かにあげよう、あのこれとかさ。とりあえずこれ俺ら食べきらないいけないからさ。そうですね、うん、せっかくあのホワイトデーなんで。そう、今日ホワイトデーだ。そうそう、料理動画になっちゃってる。そうなんです、今日あのホワイトデーのお返しということでね。はい、一部あたりカメラにはチョモランマか。チョモランマ、そうだよ。なんとなく一中語って言うんじゃないよ。って言っちゃった。チョモランマだからね。え、お前のために作ったんだ、よかったら食べてくれよって。これ渡されたらどうする？でもこれ気持ちが大事だからね。可愛いでしょね。これがチョモランマ、これがアラサ。可愛いでしょ、約束された砂利。ほんでこれが見た目ほどまずくないよ、ダークマター。見た目がやっぱ一番際立つもんこれね。だからあれだけど、食べてみると意外と、あ、こういうのあるかもなっていう感じ。食べてみないと分からない。でこれはめちゃくちゃうまい。大成功ということでよろしいか。ホワイトデーのお菓子大成功ということでよろしいか。大成功ってコメントが来たら大成功にします。本当ですね。皆さん次第ということで。そうです、はい、大成功ってコメント来なかったら、うんうん、二度ともう料理はやらない。二度とお菓子作りはやらねえよ、もうね。普通の料理にしましょう、ね、普通の料理にするよ。いや難しいんだよ、お菓子ってのはさ、は、分量とかもすごい細かいじゃない、作り方とかもさ、すごいよ。だから女の子ってね、すごいよ、女の子の凄さが分かったよ今日。さあ、こんな感じでしょうか。はい、ということで今日はホワイトデー企画をお届けしました。
ご視聴くださった皆さんありがとうございました。よかったらチャンネル登録、そして高評価ボタンの方よろしくお願いします。それでは皆さん、いい夢見ろよ。